オリンゴチズム。空気読めない人にありがちなこと、おにぎりが1点とサンドイッチが1点で、320円です。はいはい、320円ね。あれ、うわ、やべ、318円、あと2円しかねえじゃねえかよ。でってん、こういう時に限って惜しいんだよな、金額が。あのお客様、さっきポケットにたまたま入ってた3円募金するんじゃなかった？お客様、お札も1万円札しかねえじゃねえか。かー、これ崩すの嫌だな。っていうか店員さんもお釣りめんどくさいだろうしな。もうね、店員さんもそう思いません？いえ、とんでもございません。大丈夫ですので、早く1万円出してもらえますか、この野郎。いいんですか？わかりました、じゃあ1万円で。そんなところの迷惑を考えるぐらいだったら、もっと考えるところあるだろうが。後ろを見ろ、後ろ。そして私の表情も見て察しろや。会計の際、後ろで客が並んでいるのに無駄な動きが多く遅延しがち。どこにいたの、探してたよ。いや気持ちいいね、今日は晴れてよかった。最高のドライブ日和だ。本当だね、予報では雨だって聞いてたけど運が良かった。どうした？何？エアコン切ってくるの忘れちゃった。もう最悪。エアコン？そう、もう電気代もったいないよ。やっちゃったな。エアコンね、それは確かに困るね。んなことでそのお口から爆音鳴らしてんじゃねえよ。ああ、びっくりした。もう事故るかと思ったよ。しかも人を驚かせといて謝罪もなしか。ちった謝れよ、おったく。ああ、びっくりした。運転中に大声を出しても危険に気づかず謝らないがち。あっぶね。この間さ、バイオハザードの8、やっとクリアしたんだよ。わあ、おめでとう。最後のシーン、超いいよね。そうそう。まさかこんな結末と思って、超びっくりしちゃった。ビーコもこの間話したし、わかるよね。そんなの覚えてないわよ。何のゲーム？っていうか、私が忘れてるってことは、そんなに興味がなかったっていうことだと思うわ。だからやっぱり話いいわ。わかった。いや、そんなあからさまに盛り下げるようなこと言うなよ。どうせ断るなら、もうちょっとうまい断り方あるんじゃないですかね。盛り上がっている中、容赦なく盛り下げることを言いがち。お前はまた何回同じミスをするんだ。聞いてるのか？はい、本当に誠に申し訳ございません。はい。なんだ？いや、何も。まったくしっかりしてくれ、こっちの身にもなってみろ。おい、仕事に戻れ。はい、すみませんでした。おいおい、お前また部長に怒られたのかよ。今月何回目だ？そうなんだよ。でもさ。なんだ？怒られてる時によく見たら、部長鼻毛超出ててそよそよしてたんだよ。それが気になって話を聞くどころじゃなかったわ。っていうか、笑いこらえるの必死だったよ。いや、お前怒られてるのに何考えとんねん。そしてどんなメンタルしとんねん。そしてそのテンションなんなん。気にしてないのか、メンタルが異常に発達していがち。メンタルが強いから空気読めない発言を気にせずにできるんだろうな。かー、ついについにこの日がやってきた。みんなで行く TDL 楽しみだな。いや、東京ディズニーランドでいいじゃねえかよ。にしても俺行くの久しぶりだわ。私も何回行っても楽しいよね。そうだよな。早く聞きたいな、あれ。あれってなんだ？あれだよ、あれ、決まってんだろ。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Tokyo Disney Sea. いや、わざわざモノマネしなくていいわ。しかもそれ東京ディズニーシーだし、シー。テンションテンション。ガチコはどうだ？楽しみだろ。私は USJ に行きたかったけどね。そうだろそうだろ。何立ち止まってんの？早く行こうよ。早く行こうじゃねえだろ、てめえ。ちょっと止まれ。今何言ったか分かってんのか。絶対に言ってはいけない言葉を今お前は言ったんだぞ。何が？どうしたのよ、急に怒って。うるせえ。 TDL に行こうとしてるのに UFJ って言うんじゃねえよ。いや、銀行か。 USJ ね。旅行中に行き先とは別のところに行きたかった発言をかもしがち。そしてアナウンス、ええ声やったな。よー、なんだか喉が渇いたな。そうですね、今日は暑いですからね。俺飲み物買ってきますよ。お、本当か、助かるよ。じゃあ私はミックスジュース。じゃあ行ってきます。おいおい、理解したのかな。まあ何にせよ気が利くな。本当ですね。数分後。かー、うめえな。やっぱり喉が渇いた時にはこれだよな。CM に出たいぐらいだ、うんめ。いや、部長の飲み物は自分のだけ買ってきたの？そうだけど、何？飲み物買ってくるっつったじゃん。いや、あのタイミングは絶対他の人の飲み物もついでに買ってくるテンションやんか、流れやんか。なんでそれが分かれへんの？俺のミックスジュース。部長乾ききってる。世界は自分中心で動いているような行動を取りがち。そして部長の飲み物かわええな。まあ元気出せよ、おい。だって彼氏が浮気するなんて、そんなのありえないわよ。泣き方の癖強えよ、お前。
まあ他に男だっているし、全員浮気するわけじゃないからさ、次はいい男を見つけろよ。あ、ガチ子だってそう思うだろ。ちょっとなんか言ってやれよ。そうだよ。それにちょうどいい元気の出る話があるの。お、なんだなんだ、話してみろよ。実は私、イケメンな彼氏ができたの。おいおい、お前マジか、ジロリ。そりゃそうだろうがよ、空気読めてめ。あとお前も泣き方の癖どうにかしろ。ちょうどいいやついねえのかここには。絶対今じゃないって話を平気な顔で話しがち。そのうちぶっ飛ばされるぞ。いいか、ここをバビョーンとやってドーンとしてズドーンバコーンドーンといけばいけるんだ。うん、あ、そうなんですね。へー、部長さん、何を言っているのか全然わかりません。 100% いや 120% 理解できません。しかもバビョンって、バビョンっていつの時代の擬音ですか？おそらく私がこの先数十年生きたとしても、その擬音に出会うことはもう二度とないと思います。はい、っていうか本当に理解できないから質問したいんだけど、でもきっとしたら怒られるだろうな。なんで理解できないんだって。部長、バビョンってなんすか？わっ、お、いやだからバビョンってなんすか？やめろおめえ。この凍りつく空気を作りたくなかったからみんな聞かなかったんだよ。空気読めよ。そうかそうか、わかりにくかったか。なほえー、部長が怒らなかった。なんで？まあとにかく説明をちゃんと聞けそうだ。たまに空気の読めない行動が転機となりがち。こういうこともあるのか。カチャ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 。いや、やめろよ。俺くすぐられるの苦手なんだって。ほらほら、ここが弱いんだろ。カチャ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 。やめろって。ちょっと待って。ちょっと本当に痛くなってきたから、ちょっと本当にやめて。どうか言って楽しんでるんでしょ。カチャ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 。やめろっつってんだろうが、本当にきつくなってきたんだよ。やめろ。はい、すみませんでした。いやだ、やめてと言ってるのに切れないとやめてくれないがち。わあ、読めてねえな本当に。くー、まずいな。繁忙期で忙しくなるのは分かってたけど、クックンまで忙しいとは予測できなかった。でもみんなも一生懸命頑張ってるし、私も足を引っ張らないように頑張らないと。しまった、今日は推しのゲームの発売日だ。こうしちゃいられない。部長すみません、今日は定時で上がらせていただきます。お疲れ様です。よし、レッツゴー。あ、ちょい待て、おい失礼します。嘘でしょ。こんな状況で帰れるのどんなメンタルしてんの。嘘でしょ、嘘と言って。はあ、あいつの分まで私たちが頑張らなきゃいけないじゃないのよ。ただでさえ忙しいのに。あの野郎、次出勤してきたらただじゃおかねえ。うんうん、部長やっちまえ。私利私欲のために周りを見ず、さっそうとその場から去りがち。うんうん、部長やっちまえ。いいよねガチ子って。何が？いや、ガチ子って超人生楽しんでそうじゃん。何言われても気にしないし、何も考えずに物事言っちゃってさ。そう？そんなこと言われたって何も出ないわよ、この子の。めっちゃ嬉しい。へえ。いや、褒めてない。今の皮肉なんだけど、なんでわからないの？わあ、今理解したわ。空気が読めないって、社会人として最強の防御力だわ。空気が読めないことを皮肉っぽく言われても褒められてると思っていがち。ああ、確かにこれだと人生楽しそうだな。私結構お菓子作りが好きで、よく作ってるんです。へえ、そうなんだ。俺にも今度作ってよ。はい、ぜひ。別に得意なわけじゃないんだろ。え？だってガチ子って作ったお菓子が原因で彼氏に振られたんじゃなかったっけ？はい！んだよ！わざわざ私の恋愛を邪魔することであんたに何のメリットがあるの？何があるのかって聞いてるんですけど。いや、何もないです。なんで邪魔するんだおい。邪魔する気は ありませんです。だったらその口に大きなチャックをつけとけよ。二度と開くんじゃねえ。わかったか。はい、すみませんでした。ガチ子ちゃん怖え。言ってほしくない過去の話を後先考えずに言い上がりがち。お、ガチ子おっかね。そして相手の男引いてるぞ。お前には期待しているんだ。もう二度とするなよ。失敗を恐れずに行け。はい、すみません、ありがとうございます。はあ、部長に怒られちゃったな。まあでもただ怒られたわけじゃなくて、最後は激励もしてくれたし、よし、これから気合い入れてもっと頑張るか。何？怒られたの？ああ、そうだけど。そうなの？私なんてこの方一度も怒られたことないよ。まあでも私も怒られないようにちゃんと仕事しなきゃね、ちゃんと。ああ、そうだな、頑張れよ。お前が怒られない理由はただ一つ、怒りを通り越して呆れられてるんだよ。んでわかんねえんだよバーガー。自分ができるやつだと勘違いし、上から目線発言を繰り出しがち。ベッドボセイ。あー、というわけで皆様、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。こういう人周りにいませんか。もしかしてあなたがそういう人ではありませんか。もしよろしければコメントで教えてください。そして高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントパトロールも行っておりますので、面白いコメントじゃんじゃんお待ちしております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。